こんにちは、かおるんです。今日はですね、以前から YouTube で紹介をしている人気のイヤホン2つ、アナーキーイヤホンLinkBuds、ながら聞きの骨伝導イヤホンOpenRun Pro、こちらのね、通話品質を徹底検証していきたいと思います。イェイ！今まで通話品質の検証なんてやってこなかったんですけど、やっぱりながら聞きイヤホンというところだけあって、必ずね、誰かと会話をするというね、コミュニケーションの場面はね、ありますので、この通話品質大事になってきます。やっていきましょう。でですね、通話品質の検証の方法なんですけど、3つのね、機器を使ってやっていきたいと思います。まずね、これが世の中の平均ですよというところが iPhone でね、直接ね、通話をするというところですので、まずは iPhone 13を使っていきます。あとは先ほど紹介した今回比較していくLinkBuds、そしてね、OpenRun Pro、合わせて3つを使っていきましょう。そしてね、それぞれの3つの機器に対してね、3つの場面で検証をしていきます。でね、この3つの場面の選定方法なんですけど、以前ね、ビクターの耳栓でね、紹介した日常生活でね、よく目の当たりにする場面をまとめた騒音レベル、こちらのね、ランキングから3つ選んできました。大体ね、レベルが分かれているところからね、3つを選定いたしまして、まずはね、電車の外の改札ですね。こちらね、めちゃめちゃうるさいですよね。ここが一つと、あとはね、車で運転するっていうところもね、コロナ禍で流行ってきてると思いますので、車で運転している時の騒音。そして3つ目がね、カフェやレストランでね、テレワークとか勉強される方いらっしゃると思いますので、この合わせて3つをやっていきたいと思います。最後にですね、今回の検証にあたって注目すべき点、これがね、2つございます。まずね、1つ目がですね、周りの音がしっかりカットされているか、これがね、大事になってきます。そして2つ目がですね、周りの音がカットされている状況の中、ちゃんと自分の声は相手に伝わっているか、ここがね、大事になってきますので、ここも見ていきましょう。それではまずは周りが静かの状態、BGM がね、ない状態でマイク品質がね、それぞれいいのか見ていきましょう。もしもし、お元気ですか？こっちの声聞こえてる？今ね、スマホから直接話しているよ。どう？いい感じ？もしもし、お元気ですか？こっちの声聞こえてる？今ね、LinkBudsから話しているよ。どう？いい感じ？もしもし、お元気ですか？こっちの声聞こえてる？今ね、OpenRun Proから話してるよ。どう？いい感じ？さあ、3つを比較してね、元々のね、マイク品質のスペック見ていったんですけれども、やっぱりね、iPhone が一番ですね。これはね、しょうがないんですよ。やっぱりワイヤレスイヤホンっていうのは、一旦ね、空気上をね、データを送るためにね、ギュッとちっちゃくしてるので、そこでね、劣化がしてしまっているというところでございます。その中でも、LinkBuds、OpenRun Pro ともに良かったんじゃないでしょうか。その中でも僕はね、OpenRun Pro の方が若干良かったかなというふうに感じてます。なんかね、声が明瞭でした。じゃあね、本題に入りまして、次はですね、改札、車、カフェでのね、周りの音が低減されているか、そしてね、自分の声がしっかり相手に聞こえているか確認していきましょう。今着きました。どこにいるんですか？もう改札ついてますよ。え、そっちもついてる？場所間違ってるかも。ごめんよ。もう一度教えて。今着きました。どこにいるんですか？もう改札ついてますよ。え、そっちもついてる？場所間違ってるかも。ごめんよ。もう一度教えて。今着きました。どこにいるんですか？もう改札ついてますよ。え、そっちもついてる？場所間違ってるかも。ごめんよ。もう一度教えて。ああ、今ね、もうすぐ高速に入るところ。うん、15時ぐらいにはホテル着けそうだわ。ここ露天風呂ガチで人気だから何度か入れるといいよね。うん、絶対取ろうね。ああ、今ね、もうすぐ高速に入るところ。うん、15時くらいにはホテル着けそうだわ。ここ露天風呂ガチで人気だから何度か入れるといいよね。うん、絶対取ろうね。ああ、今ね、もうすぐ高速に入るところ。15時くらいにはホテル着けそうだわ。ここ露天風呂ガチで人気だから何とか入れるといいよね。絶対取ろうね。あ、もしもし。はい、いつもお世話になっております。カオルンでございます。先日、御社に導入させていただいたシステムはいかがでしょうか。お、いい感じですか。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。あ、もしもし。はい、いつもお世話になっております。カオルンでございます。先日、御社に導入させていただいたシステムはいかがでしょうか。お、いい感じですか。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。あ、もしもし。はい、いつもお世話になっております。カオルンでございます。先日、御社に導入させていただいたシステムはいかがでしょうか。お、いい感じですか。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。さあ、いかがだったでしょうか。皆さん、驚いたこと何かありましたでしょうか。僕の意見、まずはね、結論から言いますと、どちらもね、優秀だったかなというふうに感じます。ただ、若干、OpenRun Proの方がね、優秀だったかなというふうに感じました。まずね、LinkBuds で気になった点がありまして、本当にね、周りの音しっかりね、LinkBuds も経験されているんですが、改札の場面でね、こういろんな音がね、こう何かこうリアルタイムでガガガガガガといろいろ変わっている中で、こうジュルジュルね、聞こえているような感覚がありました。あとはね、車もですね、若干こう軽減されるまで少しね、時間がかかっているような印象がありました。これはね、僕の勝手な見解なんですけど、 AI でね、学習をさせているので、その AI がね、何かこう音を拾った時に一回一回ね、リアルタイムで判断をしているのかなというふうに感じています。今聞こえている音がね、何かっていうのをね、判断するためにね、少し時間がね、かかっているのかなという感じでございます。なので、改札だったらね、めちゃめちゃいろんな音がね、すごい大小の音量でね、流れて聞こえてくるので、今何の音、今何の音ってね、判断して、少しね、それが残っちゃっているのかなというふうに思いました。車はですね、周りの音がある程度ね、一定というところはありますが、それをね、判断するために少しね、時間がかかっているのかなという印象でした。一方で、僕が今回良かったと感じている OpenRun Pro は、リアルタイムでね、処理をしているのではなくて、何の音がね、いつ来てもいいように、平均的にね、こう、何でも軽減できますよというね、ノウハウをね、持っているような感じがしていて、なので、どんな音がね、いつ来て、いつ変化しても、常に軽減ができているというふうに感じました。今回ね、僕がもう一個着目したマイク品質ですけど、こちらに関してはやっぱり iPhone 13がね、直接最強かなというふうに感じました。ただね、他の2つの LinkBuds と OpenRun Pro もダメということはなくて、無音の状態とね、比較してもね、全く遜色のないほどしっかり相手にね、伝えていることができたと思います。なので、どちらを購入していただいても、ちゃんとね、後悔のないマイク品質になっているかなというふうに思います。はい。ということで、今回は今流行っている LinkBuds、そして OpenRun Pro のマイク品質を確認してまいりました。このね、通話品質、今までね、やってこなかったんですけど、ながら聞きイヤホンがね、注目されてきているというところで、今後もね、必要な場合はやっていきたいと思います。今回に関してはね、どちらも良かったですよ。どちらも良かったですけどね、やっぱり OpenRun Pro の方がね、少し良かったかなという印象でした。なのでね、以前ね、LinkBuds を紹介した時に、音楽の音質、あとはね、付け心地に関しては LinkBuds の方がいいですよというふうに言ったんですけど、通話に関してはね、OpenRun Pro の方が良かったので、どちらがいいかっていうのはね、皆さん自分のね、生活の用途に合わせてね、買っていただければなと思います。僕もですね、今回こういうね、通話検証やったの初めてだったんですけど、めちゃめちゃね、楽しめました。ありがとうございます。OpenRun Pro と LinkBuds のね、製品ホームページね、下の概要欄に貼っておきます。ぜひね、チェックしてみてください。ということで、今回もカオルンの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルンの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人に向けてね、コツコツ頑張っております。見てくださった方、ぜひね、応援よろしくお願いいたします。それではまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。バイバイ。